お酒ではとてもよくしていただいております。でも佐々木は本当に話し家になりたいのです。だいたい5億やめてどうやって話し家になるってんだい。うちは今んとこ先立つものはみんな先立っちまっててよ。太平師匠に弟子入りします。太平師匠だ。冷えますね。あ、おはようございます。おばさん行ってくれ。行ってらっしゃい。おはようございます。行ってらっしゃい。おはよう。おはようございます。でも冷えるな。おはようございます。おはようございます。飲んでみるってとこれがひどい。お世辞にもうまいとは言えない酒で。おい、おかみよ、この酒ちょっと薄くねえか。あ、まさかおめえ、せっかくの酒に水で薄めるなんてことしてねえだろうな。文句を言ってる二人に茶店のおばあさんはこう言うんだ。何言ってんだい、水で薄めるなんてそんなもったいないことするわけないだろう。だいたいあんたら飲みすぎなんだよ。だから水に少しだけお酒を入れてるんだよ。落語家の林家たい平です。一人でも多くの人に落語に出会ってほしい、そんな思いを込めて笑いあり涙ありの素敵な映画が完成しました。日本を代表するスタッフも集まってくれましたよ。映画もう一度、8月23日公開です。お待ちしています。いってらっしゃい。行ってきます。